どうやら少し眠ってしまったようだ。またあの夢を見たか。あやつめ、せかしおる。ミオレンよ、今どのあたりだ。先ほどからまだ半時も経っておりませんよ。お疲れのようですな、バール将軍。いつも言っておるだろう、ミオレン。周りに兵士がおらぬ時は、父と呼ぶがいい。お言葉ですが、ここにはまだリーン中尉が控えております。お前らしいな、その答え。だが、我が軍の計画にとってリーンが特別なのは、言うまでもないこと。そうであろう？サルト遺跡での第三次発掘調査もいよいよ終わる。わしは、お前たちの働きに期待しているのだよ、ミューレン、リーン。今回のサルト遺跡の調査には、我々ガーライル軍の誇る精鋭部隊を当てておきました。必ずや良い報告ができるものと信じております。現在の時刻1340、パーム上空を通過中。目的地へは1530到着予定。リン、バール将軍に窓を開けて差し上げろ。はい、ミューレン大佐。誇りもなくわしの物置を荒らしよって。荒らしてない。なんで俺の話聞いてくれねえんだ。この宝探しには男の意地と冒険者の魂がかかってんだぜ。何言っとる。お宝なんぞこんなガラクタの中にあるものが。あんなに散らかしやがって。とにかくわしの物置でお宝探しなんか二度とするな。分かったか、こら。ひってえよな。いっつもいっつも遠慮なくぶん殴りやがって。ジャスティン、ジャスティン、大丈夫？すごい音したよ。なんだよ、す、見てたのか。心配すんなって。あんなげんこつ全然平気さ。一流の冒険者なら当然だろ。うん。で、どうだったの？あの物置で何か見つかった？ダメダメ、本当にガラクタばっかりで勘が外れたか。スー、そっちは？見つけたわよ、もちろん。じゃじゃーん。ほら、伝説の鎧。じゃあ、私一人で見つけてきたんだ。うん。どうぞ、スーイも手伝ってくれたのね。はい、ジャスティン、伝説の鎧。勇者の兜、それに精霊の剣だ。
が暮れたら私たちの負けなのよ。私嫌だからね、ガンツのお嫁さんなんて。だいたいガンツの口車に乗せられて、あんな約束したジャスティンがいけないのよ。ちゃんと責任取ってよね。わかってるって。よし、ガンツのやつ見てろよ。私たちも行こう。ブイ。宝物。
レストラン海猫亭の決まりでしょ。ほら、分かったら外に出た出た。まったく困ったとね。手伝いもしないのにすぐキッチンに帰ろうとするんだから。こんにちは、リリアムさん。あんまりジャスティンの頭叩くとバカになっちゃうよ。大丈夫よ、スー。ジャスティンの頭なんてこれ以上悪くなんかならないわよ。いっけー、言うかな。かわいい一人息子捕まえてそういうこと。だったらこんなこと言われないようないい子になることね、ジャスティン。今日は一日怒られてばっかだよ。ついてね。Thank you.
っ